愛っていうのは俺はよくわからないものなんです。歌い始めたきっかけ、歌いたかった、ギターがあったから弾いてみたら自分の中から急にこうメロディーが出てきたの、ゾクゾクっとしてね。その時に俺は歌っていこうと思ったんだよね。俺には歌が必要だ。基本的には全部こだわってこの形になったんですけどね。髪型、初め黒かったんですよ、ちょっと短くて、でもなんかちょっと違うなみたいな、ちょっとずつ長くしてって、でこの形になったんですよね。このサンバイザーなんですけど、これは新潟の100円ショップで買ったんですよ。それまでサンバイザーつけてなくて、この長い髪だけでやってるとなんか必ずみんなにそれカツラですかって言われるんですよ。いやカツラじゃない、これ地毛ですよって言うんですけど、いやカツラでしょ、たまにこう浮いてますよとか言われるわけですよ。そんなわけねえだろと思って、でちょっとこれはまずいなと思って、ちょっとこう落ち着かせようと思ってキュッとこう、基本的には全部こだわってます。英語で書いたのに返事はなかった。僕の場合は歌ってみんなはこう喉で歌うでしょう。俺の場合は喉では歌わないんですよ、ハートで歌う、ここで、あー、俺はフォークシンガー肖像って言ってますけど、ジャンルなんてどうでもいいんですよ、肖像のこの体から出てきたメロディーをただ形にしてるだけっていうか、そういうジャンル、肖像ジャンル、ジャンル的には肖像ジャルション、君が横にいるだけで僕はとても安心安心、君がずっと見てくれてる、愛で愛で愛される。僕が伝えようとしてることは愛なんですよ。いろんなアーティストが愛を伝えようとしてると思うんですけど、じゃあ愛って何なの。君はアメリカからやってきたチャチャラで愛、チャンチャララ、チャンチャララ、チャンチャララで安心、チャンチャララ、チャンチャララ、チャンチャララで愛、チャンチャララ、チャンチャララ、チャンチャララで安心、チャンチャララ、チャンチャララ、ダイレクトな君。愛って何なの。みんな愛愛愛愛言ってるけど、お猿さんかと。チャチャララで愛、チャチャララ、チャチャララ、愛っていうのは俺はよくわからないものなんです、結局。チャチャララダイレクトな君、愛というものが何なのかを探し続ける、そのために歌い続ける、歌ってる先に愛が見つかるんじゃないかなって。